はい、こんばんは、うどんです。今日は信長の野望新生 PK 武田勝頼編スタートしていきましょうか。さて、武田勝頼は1580年を最後に滅ぶわけですけど、1582年に滅んでなかった設定でいきましょう。というわけで作っておきました、新勢力作成。もうサムネにもありますけど、この波動バージョンの武田勝頼、シンプルに。いやー、このね、波動バージョンの武田勝頼、太子バージョンの武田勝頼と新勢バージョンの武田勝頼のいいとこ取りな感じなんですよね。とても良いグラフィックだと思う。そして武田の家紋復活。そして武将仁科信達、昭与権信豊、あと高坂生きてた設定でいきます。ちょっと一人エース欲しくて、長坂跡部土屋小山田、あと嫁の継承員ケア警備員、こんな感じでいきます。まあ高坂が生きてたことで神父が落ちなかったということで、という感じかな。武将11人、ちょっと多めにしました。歩が多いんで、大使の時はね、武将少なくてもなんとかなったんですけど、新生武将少ないとどうにもならないんで。いや、小山田さん願ってないですよ、これ。この下、ここだと。これだけ作成。いやー、神楽がいいとね、モチベ上がりますね。よし、って感じかな。というわけで武田復活。戦国乱世、いざ参る。真田はね、分離してるんですけどね、多分このまま天正神護の乱も始まると思う。ちょっと待ってね、どうしようかな。もうなんか基本帳名でいいような気がするんだよな。帳名でいっか。乱世に打って出る。そう、岡部も欲しいんだけど、まあまあそう、岡部も欲しかったんですけど、まあキリがないんで。で、北条に頭下げて同盟しましょう。顔がでかい。ちょっとサイズがでかいな、これ。ただ一人倒すべき敵を示されていない者、明智光秀。というわけで、神父の武田勝頼、通常ぐらいの勝頼も変わりました。あと、先方早掛けちょっとあれなんで、もうこせっかくかっこいいんで風林火山にしましたもん。これ今回は頑張る勝頼で、武田勝頼、穴山願ってますね。一条信達、まあ一度も優秀ですね。で、仁科盛信、いや、ほんとこの勝頼かっこいいよね。いい、めっちゃいいと思う。大使を超えたな、この勝頼。で、仁科盛信、あ、穴山にも帰ってきてもらうか。仁科盛信、そして小山田信繁。小山田さん願えなかったけど、ちょっと中世黄色いな。おい、貴重な馬術持ちなんで、できれば願って、貴重なね、騎兵強化馬術持ちなんで願ってほしくないんですけど、小山田信繁で。生きてた高坂、そして信繁の息子、信豊もまあ優秀なんですよね。こいつ統率70、用心差配で、土屋、そして武田昭陽軒なんですけど、ちょっとメイクしました。もう影武者で、長坂長官祭ですね。いやー、もうそっくりですね。これ影武者信玄ですよ。いやー、パパこのとこにいましたね。統率32、武勇28で、跡部勝助確かに本物よりオーラあるわ。いやいつもさ、ほらメイクしてない顔だから。で、今回ちょっと特別に警備員作っておきました。北条から嫁。
っていう感じですかね。ちなみに、警備員とは性質を結んでおきましょう。リーン、しっかりとついてまいれ。さあこんな感じじゃな、こんな感じじゃな、こんな感じじゃ。そう、他局は別に今回いらなかったです。独立じゃないんで。開幕としてはとりあえず北条に頭下げたい。信勝はちょっとね、信長の野望シリーズにいたんで、いなかったんで、ちょっと能力決めかねて入れなかった。よいしょ。信長の野望シリーズに信勝ってあんま出てないよね。なのでちょっとね、入れがたくて。ありがたき幸せにございます。2人いる人は1人もいないんじゃないか。ありがたき幸せ。多分全員死んでる人間、これはこのシナリオだと。ああ、軍友で似たんだ、信勝。まあ、あと顔グラフィックの当てもちょっと男武将だとあんまりないからな。あ、あとあれ、回収後だけもらっとこうか。回収後ないのはちょっと寂しいかな。ゲーム中編集、勢力。役職、回収後だけもらっときますか。回収後、よし。あ、3000円もらった。おまけに3000円。あー、これそうかそうかそうか、固有がないのか。そういえばそうだ、ちょっと入れとこ。固有も入れとこ、共有も入れとこ。一応の武田の伝えがあるからいつでも入れられはするんですけど、せっかくなんで入れときましょう。固有政策、あった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 。公衆発動次第、こんな感じですね。あ、国衆取り込める。この国衆は、あ、穴山いました。穴山取り込み可能でございます。じゃあちょっと後で取り込むかな。後で取り込もう。あとはあとは北条に頭を下げるルートで。初期外交はまあ、北条に頭を下げるところからスタートしましょう、普通にって感じですね。いやいや、あとはもう普通に行きましょう。よし。あー、イベントで死ぬ可能性、イベントで死ぬ可能性どうなんだろうね。織田信長舐めとんのか。打つけめ、それすごい怒られた。いやいや、メイクに本気出せばこれくらいってことですよ。もともと武田商用券のグラフィックなんかやたら力が入ってないんですよね。天下富武の実現を眼前に見据えた戦国の覇者織田信長。信長、さ、おそらく死なのでしょうね。まずこうなった。もう1ヶ月後に天正神護の乱が起きるから、まあそこからですかね、戦略は。よろしいですか。従属、的外れとはこのことよ。なめおって、さあ7月が近づいてる。さあ天正神護の乱発生、ここからですね、戦略は。まあ言うて徳川どうにかするしかないんですけど。北条と同盟組んで岩殿落としたいですね。で、北条と徳川そのうち婚姻しちゃうから、もう婚姻しちゃってるか。まあまずは北条と同盟して岩殿を落として
そこから信州に行くか駿河に行くか。北条とはね現時点隣接しないんですよね。まあ真田は、まあ真田は回収に行きたいっすね。ただか真田どれくらい生き残るんだろうね。これこのシナリオ放置しといたら。あーでも北条と同盟、北条と同盟したら、岩殿落としちゃった方がいいと思う。あそこ金山あるでしょ。銀山かな。よいしょ。今はねとりあえず放置なんですけど、やっぱり欲しいな。うん、まあとりあえず岩殿落として城を2つにしてから考える感じですね。まあ多分まあ徳川が来るのは間違いないんで、武田騎馬軍団復活ののろしを上げましょう。あ、武田騎馬軍団復活といえばあれか、あれ騎馬補給がないのか。騎馬補給の当てがないかも。騎兵強化あるんですけど、なんかねやたら上類コースなんですよ。腰病老日数30、あと地形検知、上類古種、人海、民俗。そう、小山田さんもね騎兵強化であってね騎馬補給じゃないんですよ。だから実はこれあの騎馬を手に入れる当てがないかな、人に関してはって感じかな。できればねここ取りに行きたいっすよね、諏訪大社。まあ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 、すでに信玄の代ではないということで、甲州ハット次第、騎馬レベル上限1、制度改新2、すでに赤字。いやーもう勝頼の代ってことですよ。それでよい。この周辺だと多分ね小笠原がどっかにいると思う。騎馬補給持ってる小笠原。あいうえお。小笠原長時が騎馬教練レベル5なんですよ。でレベル3なんですよ。これがね一番いいんですけど。あと騎手専鋭、最大兵力減少。いやーまあでもまあそう、いくら長寿とはいえね、拾ってから武将はまあさすがに厳しいだろうな。まあまあちょっと難しいですね。ちなみにそういえば人脈とかも特になかったような気がするから、部下に。あ、ごめん、あったわ。一条信達偉い。徳川内のね武田の威信は実はそんなにいなかった。あの星名とかですかね。確か星名がいて、あと誰だろう。あと相馬の浪人ね。金収入マイナス厳しいですけど、まああの北条家と同盟までは2万。勝頼ちなみに37歳、100歳まで生きるんであと63年いきますよ。東から来るやつをまず叩く。これ小山田、違う、穴山梅雪出番ですわこれ。とりあえず格好撃破しましょう。いかにすべきか。東いいか。いざ入艦。ね、先方としては足止めがいる、混乱はいない。足止めはいる、混乱はいない。足止めはいるけど混乱はいない。我が部の見せ所か。あ、というか騎馬レベル7だからドスコイかましてもいいんじゃないかな。とりあえず高坂が隣接しに行くこっち赤備えいないんですけどね、一人も。もう武田中備え全滅しました。
が部の見せ所か。ドッカンしてあとは3方向から囲むか。まともに戦えるには一条信達。ついてまいれ。ここに出陣いたす。籠城はねやってもいいんだけど、まずちょっと片付けられるやつは片付けてからかな。こういうやつは騎馬レベル7はぶち込む。騎馬レベル 6, あ 6, 6か。まあ6を打ち込んで一条信達もそうだったと思います。動くべき時は今ぞ。いかにすべきか。打ち込んで、ああとね増殖院じゃなくてね、あっちママと同じにしてる。焼き付けるがよい。随形院か。いかにすべきか。おげち。いいの赤鬼。いいの赤鬼発動する前に終わらせたいんだけど、どうだろうな。いかにすべきか。この結果を見て。勝敗を決めてやりましょう。発動する前に退却させた。ギャー勝った。お前に焼き付けるがよい。ゲ、我が部の見せ所か。北から来るのはもう迎撃できない。南も無理。まああとは路上ですねこれは。あれ帰った。恐れをなした。恐れをなしよった。ほうほうほう。井伊直政がすぐさま全滅したとの報を聞いて帰ってきましたね。そうですね、今の時点ではね、岩殿行ってもね、北条止めは当分先なんで、まあここは我慢ですね。あそう、信玄公祭り期間中でしたか。そうですね、出陣もイベントやってるんでしたね。いや出陣最近触ってないんですけど、なんか歩かなくていいから、なんかちょっとモチベーションがだだ下がりで。軍開発。どんどん開発しましょう。岩戸の攻めることはないから北条が。あそうなんだ、新しいイベント歩いていいんだ。そうなんだ、歩いていいんだ。歩いていいんだったらじゃあまあちょっと再開すっか。我慢。いやなんか歩くモチベーションがないのにウォーク系なんてやるのって本当意味が分かんないじゃないですか。よいしょ。京都イベントめちゃくちゃ時間かかりますし、あれ一戦一戦京都イベントが本当ダメだと思う。さてヘルク溜まってる。さあ早速柴田に食いついてる。長浜町の籠城設定
工場行っとるな。あ、これは上田合戦発生ですね。これで三河中入り、小牧長くて、ん？上田合戦、上田、ああここか。上田が発生すると真田と上杉が羽柴に従属。よろしいですか。従属。何言うとんねんな。このことよ。いやー僕ね今ね上原城行く、いやーまあ今は今ぐっと我慢、もう40なんで、もうちょっと北条同盟して岩殿落としてだな。あと神父の内政ガリガリ進めることで上位施設さっさと開いちゃいましょう。結構やってくれてんな。天正13年。さあ上田合戦発生。僕そういえばこれまだ見たことないんだよなムービー。いつも飛ばしてるから。そのうちねこの下の真田もやりたいっすね。さあこれで徳川が真田と停戦してる以上多分これでうちに来るようになるでしょうね。北条とは婚姻なんで徳川は。天正12年。今度は何？信長亡き後の天下をめぐり。もう小牧やってんの？小牧の地にて大軍勢。早い小牧超早いだ。いずれ徳川編やりたいな。なんかこの辺のイベント全然見る機会がないから。織田と徳川、織田があちこちと同盟、さっさと徳川。高速小牧でしたね。あー早い。そういえば今更ですけどこのシナリオ秀吉とのレースでしたね。どうか足りない。そうもうもはや天下人。そうイベントに徳川のイベントをねねっとり追いかけたいなっていうのはある。来るな。牧場を作ります。承知しましたぞ。金がなくなります。お金ありません。ちょっと売って、まあ、まずはかんいやーちょっと商人町から行こう。商人町いざ始めよう。そうですね、越中さっさ。でもこれさっさってこれ瞬殺されるんじゃない。もうこれ瞬殺でしょ。これは瞬殺。よいしょ。48。お、農地も来た。待つしかないんですけど、どうせ労力かな。早く徳川の調略。めっちゃ豊作。よし豊作だけど米を売るしかないな。農地開墾のために
今はようやくね商人町が1軒目できたぐらいですね。兵を増やす。いざ始めよう。ああそっか、資本設備ってそれか、忘れてたわ。こんな石落としが3つ、蒸籠が1つある。一条信達ね、これキーマンですね。人脈あるわ、能力が高いわ、蒸籠あるわ。石落とし、蒸籠、時間稼ぎの人次郎、騎馬レベルを上げる陣太鼓、よし。いやーでもき、あー9号ね、9号な、9号な。敵がね最初に狙うのはこの最初になるのはここ、まあ人事ラムも構わないんですけど、時間稼ぎで人太鼓を捨てるか。うん、人太鼓捨てる、そうだね、9号ここの方がいいね。これ攻撃力上がることの意味がな。それ僕試したことないんですけど、これ防御力アップの施設いっぱい重ねて防御力200とか300とか上げたら無敵になったりするのかな、カードゲームのように。ならないよね、多分ならないだろうなと思って言ってるんですけど、試したことないんですけど、人次郎なんかトリプル人次郎システムみたいな。その硬くなるっていうのがどのレベルかなっていう、敵の攻撃はもう1しか食らわないとかさ、まあ、そんなことはないよね。また E が来た。うん、今回も長寿で、僕なんかしばらくは基本的に長寿かも。今回受けましょう。よろしいですか。よし、北条と同盟。これより我らは名優。いや、北条に頭を下げて。ちなみに嫁は氏康の娘なんですけど、さすがにこの状況で婚姻同盟にはならないですね。ケイリーン、もう一人ね嫁出してくれる人がいるんだったらね、信達おじさんとかに婚姻してもらうんですけど、当家の顔として。承知いたした。いやー、北条家もね、信玄そっくりの人が来たらびっくりするでしょうね。生きとったんかっつって。我らの拠点が攻められたか。数多いな、これ数多いな。ちょっと多いなちょっと多いな。まさか。多い多い、土着層多い。そう、国衆が帰ってるのが良くないですね、これ。国衆、戦闘に参加してほしかった。は。いや、でも、言うて6倍か。国衆が全くいなくなってしまった。そうか。上杉はもうね、秀吉の手下になってるんでダメですね。ああ、家康東から来たか。本命の家康が東から来ちゃってる。ああ、騎馬レベル7か、家康。ご命令を
これちょっと後ろが持たんで、これ動くぞ続け。ここに来てくれればこの正楼で 横打ちできる。はい、高坂か土屋進軍します。続きなさい。西田いや、人事の放棄していいや。人事の放棄、いざ入館。そうですね、真田も秀吉に従属してますね。上角心ないっすよ全くないっすよ。さあ一番手小山田、いやダメでしょ。いいよ小山田退散。いや徳川家康と飯田正也だよ。飯田正也やっぱ先に倒しとくべきだったな。左の物量も凄まじい。南は動員でもなりそう。土屋弱点があまりない。南がね、武将が手薄ですね。やるなら南の部隊撃破だな。うん、試される時ぞ。我不動と思う者は続け。近づいてきてる。まあ勝頼もしかし頑張って作った新婦城をこうやって生かせるんなら本望でしょう。使うこともなく捨てたっていう史実に比べれば。正楼がレベル2になった。これで勝敗を決めてやりましょう。回線我が先方、今こそ受けるがいい。あっち行った。あー一部隊か。まあいっか。血の利我にあり。神父作るために重税貸して捨てたってね、どうしようもないですよそれ。救護所、これ攻撃されるとしたら撤収だな。西、ここだ始めよう。よしよし、西、ここだ始めよう。ダメージでは大したことないんですけど、これで体力がガタガタになったんで、しばらくこれで持つはず。スペックガタガタ。ああ、数の苗食らった。下がる。ああ、これでも小山田かなり粘ってますね。100と129。家康を疲れさせよう、なんとか。高坂が。高坂が行く。動くべき時は今ぞ。足止めの使い道があればいいんだけど。西名投入。勝頼は嫁を助けに行くか。セーラー範囲ね、家康がいるのが幸いですね。これが結構でかいかも。さあ西名が行った。使っちゃおう。ここだ始めよう。もう使っちゃいましょう。救護所壊されちゃうから。ご命令をください。皆の者、裏に回ってる。あれ、信人なんで前に行ってんの。強撃、
その戦法にて勝敗を決めてやりましょう。ヒューゴシは壊れるけど、これでイーナマスはどこに行くつもりだ。ノブトヨちょっとピンチ、ケリーンも当然ピンチ。あ、でも意外に検討できてるな。カチルで行くか。一番落ちそうなのここ。いやこっちも危うい。カツリが行こう。もう少しでセロレベル3。いやーレベル3来た。これでだいぶ削れるはず。イエスは落ちるでしょうこれ。トンボやり食らった。よしよし。いやーイエス刺激じゃ。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。なあ死なかったか。あドラクーン千村。ドラクーンを捕まえました。はい、皆の者進むぞ。勝利頑張ってる。嫁とワオまた赤いか。うお敷地がだいぶ負けてんねこれ。ちょっもっと頑張ろう。もっと頑張ろう。歩みを進めよ。これもっと頑張らないとやばいぞ。ご命令を下され。小山だ。いざ進め。道を願います。が試される時ぞ。よしよし。あれこそどの者は続け。ノブトヨがそろそろやばい。ああ、アトム様が。逃げられんかった。我が戦闘の切れ、あれか、イーナコに食らって機動力が激減してたのか。でもここの精霊さえ上げてしまえば、我が戦闘の切れ、これね一生と主役なのね。次がねなかなか発動したいんですよねこれ。よし、来た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 。いいし。死の利、あれにあり。よしよし。そう一部隊倒したのね。あんま士気が上がらない。敵の部隊数が多すぎる。え、だからもうちょっとだ、もうちょっと。さすがこれ風林火山を許された勝頼は強いですよ。この戦場に示さん。体力ダメージが全くない。体力ダメージ全くなしか。そう戦闘しながらね石をね。ここだ、始めよう。まあ使った方がいいのかな。いやーちょっとどっかで敵の体力回復するのを見てからにしよう。にしなー。いざ向かう。ああこれ工作こっち行っていい。お指しず、動くべき時は今ぞ。嫁がやばい。される時ぞ。よし、よし、この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。石川、榊原、どうやら崩壊しつつありますね敵も。お討ちを願います。皆の力で敵を打ち払いました。嫁危なかった。進軍します。続きなさい。お察しぞ。高坂勝頼の救援に土屋が知恵。最終的にここにめっちゃ溜まったわ。わあ。うなれ我が家に食らった。ここに水産。回復し。
ここは西名が耐える。いやでもこれで多分徳川、言うて徳川のかなりの部隊がこれ動揺するでしょう。わわわわわわ。む。これここからまるっと入ってくるのか、ここ。おめでよ。あ、やばい、ちょっとまずい。これがまるっと入ってくるのまずいぞ。ご命令をくだされ。中の設備がないから。行くぞ、足を動かせ。お指図。おげち。我が前に立ち下がる者らよ。だけ散れい。死に。まあ、ちょっと有利になってる。そうですね、兵力差が2倍ある。あとはもうここで耐えよう。というものを見せてくれ。休憩許さない。だーい、だーい。一条信達が本丸に入る。で、戦ったらもうダメなのは余命。ご命令をください。我が先方にて押し通る。石のり誰にあり。お山田がついに、まず攻撃が来た。あらー、壊れた。石川か。そういえば石川一正こんなシングライフでしたね、忘れてたわ。命令をください。余談は禁物です。我が先方、今こそ受けるがいい。こう来る。あっ、強火は耐えてる。今こそ披露してくれようぞ。小坂も耐えてる。そうですね、勝てそうではあるけど、被弾要注意ですね。いかにすべきか。勝てる限界、信豊の限界。こうなるとね、救護所が、あれ、やべ、耐久力ねえじゃんこれ。おげち、行くぞ、足を動かせ。おいくさ。やばいやばい、気づいてよかった。耐えてるか右だった。このまま押し切れましょう。本当押し切れんの？この何がこのまま押し切れましょうだよな。本当か。よしよし、本丸から撃って出る。今や我が先方を見せてやろうぞ。戦闘にて押し通る。ああ、そうだね、もうベースが辻ヶ崎だから柔らかいね。確かにね、ゲーム的にはそうだよね。城郭入れないと本当しんどいね。でもやっといいだもんさ。ふぃー、我が戦闘の前には物の差別はないわ。我が軍略の前に敵はなし。そう、結局敵をろくに捕まえてないな。千村ぐらい。いやー、稲政手強かったっすね、さすがに。よしよし。ギリギリもギリ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 もギリギリ。さあ次ですね。高坂めっちゃ高坂頑張りすぎ。縛り
さすが四名神の生き残りですよ。チムラ来てほしいんだけどマジで。お断りよ。ダメか。ダメか。次こそ負けぬわ。そうですね。ここで岩殿を取りたい。何ですと。まさか。ここで岩殿を取りに行きたい。耐久力がペラペラなんですけど。耐久力2500か。なるほどな。本丸がクソ柔らかいわけですね。なるほどな。2300の岩戸の落とし手段がないで、しかも来ねえ、修復する金もねえ、いかにすべきか。2人しか行けねえ。いや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 、これはすぐ攻められるとねまずいですね。もう今攻めて、あの、いや今攻めても落とせる、落とせても落とせんしな、いかんともしがたいな、いかんともしがたい。ちなみに北条と徳は婚姻です。婚姻なんてどうにもならん。逆にまあ岩殿を攻めることで、岩殿を攻めることで向こうの仲介が来るかもしれん。うん、軍は全部取り戻せてるかな。うん、大丈夫。ああ、長坂と長官の確かに出てないやつら、この2人。あ、武田将軍権と長坂ですね。なーに、なーに、武田将軍権、そうなんだ、正論なんだ。正論は、あー、将軍権鉄壁か。なるほどな。いらないのは、まあ石落とし一人減らしていいし。よろしいですか。感謝いたす。いや、側近外交官がね欲しかったんですけど、自分で行くしかないか。ご加盟とあらば。確かに所有権正論ばらまけますね、上司になれば。正論が一つ増えた。激戦地は。こっちもなかなかの激戦地ではあったけど、逆にすぐ壊されもした。ここだとここに届かない。いやでもね、一番多かったのはやっぱりこっちなんですよね。東はね、家康がたまたま来ましたけど、家康がここだけ来てなければ東はそこまででもなかったんで、実際のところ。まあ石落とし正露救護所、まあこんな感じかな。うん、人事郎で時間稼ぐ、正露のレベル上げておく。ああ、東は門の範囲っていうのメリットがあるね、確かに。まあでも最終的にはここやばかったんですけど。いやー、僕はこっちだと思うな。こっちだと思う、ごめん。ちょっとわかんねえ。いや、結局どっちから来るか敵の気分次第だからな。よし。じゃあ、岩戸の兵の回復待って、岩戸の行きたい。兵糧売却913。いや、城の石垣壊れたままなんですけど。いや、人は石垣ってことっすよ。石垣なんて飾り。よし、行きましょう。我が部の見せ所か。
交差か。交差型戦法。みんな、ついてまいれ。目を賜り。出た、大規模徴兵。マジかよ。うぜえ。うぜえ。イエーイ。4800。一応あの3対1やればいけるけど、言い直すだから、言い直すなんだよな。3対1っつっても。うわぁ、鬱陶しいなぁ。勝てるけどさぁ。勝てるけどさぁっていう。よいしょ。勝ちますぞ。農地開墾。嫁にやらせる。心得ております。あ、そういえばちなみにこれ徳川に対して停戦できるのかな。まずは話してみる。あ、できるはできる。従属蹴ったけど。うん、野戦となる。陣を構えよ。3対1で。の見せ所か。3対1で。ああ、ダメか。僕ね、今回ね、土屋の早掛けをちょっとうまく使えないかな、実はちょっと思ってて、土屋の早掛けをなんかうまくやりたいな、うまくやりたいな。いな、続け。ご命令はいく。でも土屋身分が低すぎた。あ、カツリカゴレフかっこいいな。波動ありがとうですよ。波動ね、小山田の外服もね、ちょっとね、ちょっとだけ綺麗になってるんですけど。はい。いかにすべきか。お指図。敵の軒口を塞ぐ。続け。小坂ね、まあ、さすがに2なら飛ばんでしょう。敵が軒口を攻める。シーナー数なり。その目に焼き付け。よし、入った。敵隊を落とす。イエスイエスイエス。なんかね、神聖の活用ではちょっとなんかすごい、なんだろう、陰の気を発してますよね。あれはあれで解釈として面白いと思うんですけど。よしよし。686いるってことは多分出てくるってことだから、我が部の見せ所か。よし、もう一回出てきてくれるのありがたい。もう一回はおかわりありがたいぞ。いざ出陣。ここに。そうそうそう、想像も陰キャでしたよね。想像もいいんで、大使になって明るくなって、また新鮮になって陰キャになって、まあまあ波動はね、陽キャバージョンなんですけど。あー、そうね、そうね、あい、ん、あー、うん、そうね、跳ねるか。ほらほら、何すべきか。はい、ほらほら、幼少我らに。うわ、6。敵の退路へ向かうぞ。まあ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 。向かうは敵の軒口ぞ。そうそう、まあ帰りな。
そうそうそう、勝ち抜きの人生考えるとね、陽気な感じじゃなくて陰気の方が多分あ、解釈的には陰気の方が実は合ってるんでしょうけど。新生ね、ほんと暗い顔してますからね、新生活より。いかにすべきか。さあ制圧急いでくれ。貼り付け貼り付け、やったー、500円で貼り付けた。これで来るやつを迎撃さえすれば、わっしょい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 。あ、千代目な、望月千代目な、その存在忘れてたわ。うん、このシナリオだとさすがに千代目はもういないみたいですね。確かにあんまり末期のシナリオでは千代目見た記憶がないから、武田の滅亡とともにフェードアウトですかね、キャラクター的には。そう、千代女でしたね、今は。いかにすべきか。国衆なら、国衆なら吹っ飛ばしてやりますか。あー、いやー、やめといた方がいいな。ついてまいれ。ここに行くぞ。で、足を動かせ。きたー、2万。温泉良いと思いますよ、温泉良いと思いますよ。でもちょっとこれ岩殿をどうにかしたり。着陣したぞ。みんな戦に耐久力耐久力がそんなに耐久力そんな完成してない。信勝くんはね、最近の信長にあまり出てきてないんで、僕ちょっとって感じでした。どうかご命令。お菊池を守る、急げ。お指図。これ岩殿は落とせそうなんだけど、神父の防衛をどうするかですね。いかにすべきか。敵の軒口を封じる。我が先方の切れ味、読んで確かめよ。敵の退路、閉ざさせてもらおう。嬉しゅうござる。神父の防衛、来るやつを突き落とすしかないか。そうね、火災を浄瑠璃腰、腰病老が30日減るんだけど、別に全然いいじゃんね。今入れてもマックス値が増えるだけかな。35日37日42、よし、落ちるな、落ちる落ちる落ちる。いかにすべきか。このまま任せる、今入れちゃおう。ガーン、武田昇陽拳。感謝いたす。いやいや、昇陽拳おじさんは本当父上にそっくりですな。10日、1万、不評、1万か、1万、大記録3750の1000、これうまくね、どっかでうまくどうにかならんかな。え、今岩丼だった。あ、本当だ、岩丼だ、家康。マジかよ。いや、逆にラッキーか。家康だけ岩殿。了解了解。
いや落ちてもね帰らないんですねこういうのって。城を制しました。更新、まあまずは更新統一は本当に目指したいところなんですけど、とりあえず城へ戻ります。とりあえずいやこれ家康はもうこれあの牢城で倒すことは不可能なんで、3対1戦闘をこっちでやるしかないですね。ただそれをやるには3000混乱があればな。岩戸のあの信達おじさんも昭陽軒おじさんもどっちも貴重な声楼なんですよね。そう考えると西中か防衛軍はね無理もらえないですね。徳川と婚姻した、徳川北条婚姻なんで、まあこれだと西中かな。シシ多分ね、あの100人すれば1回ぐらい仲介してくれるかもしれないです北条。ただそれやるとあのもう同盟更新ができなくなっちゃうんで、そこの問題ですね。岩殿、あとは来てるやつをできれば各国撃破したい。神原到着前に接触できれば、って無理か。2部隊巻き込んじゃいますね。3500と3000。7000。まあ、5部隊戦やるか。そうですね、どっかで、まあぶっちゃけどっかで停戦しないときついですね。まあでもというか徳川が今うちしか攻めるとこがないんで、しばらく3500、3000、3000、ちょっとねセーブはね、セーブはあんまり細かくやるともうめめなんで、ぐっと我慢しますよ。うーん、3500対3500対、こっちは5部隊7200個5部隊に分けてやるか。よろしいですかな。いいよ。さあこれで一戦やるか。いかにすべきか。1年ぐらいね信勝、1年ぐらい確か織田と織田と同盟切れたらね、織田がギューッと、あと真田ね、だな。逆に真田ねこれだけ動揺してたら徳川逆進行してくんねえかな。するわけもないか、するはずもないか。ああとあれか、あの徳川秀吉と同盟してるからダメか。そうだよね、真田秀吉の従属だよね。じゃああかん。いかにすべきか。まあ五部隊戦やりましょう。高坂隊1900、あ、兵糧がない五部隊戦やろうとしたけど、あーマイナス30人生か。出陣します。いかにすべきか。上杉も結局秀吉従属なんですよね、ここだと。西名隊、じゃあ一条信達隊、出陣いたす。我が部の見せ所か。小山田隊、我に続け。我が部の見せ所か。土屋隊、ついてこい。いざ行かん。勝ち取りたい。続け。あ、帰らないで。い
かにすべきか。これで小山田が接触そうですね、武将入る目、武将入る目全然ないですね。実は、実はっていうか、温泉掘りたいな。真田だってね、本当に行けるかどうか分かんないしね。お察しを願います。戦ぞ、陣を整えよ。あれ、3部隊1、2。ああ、酒井が間に合っちゃったのか。三体。なるべく被害少なく三部隊倒さないといけない、倒さなきゃいけないって、一部隊張り付かせて、いやー、どうだこれ。戦場はここ。戦場はここ。そう、岩殿も行かないといかないしね。どうしようかなどうしようかなっていう。うまく引っ張り込みたいですね。要所へ向け進め。我が部の見せ所か。要所を手に入れん。要所を取りに行く。いざ進め。どうかご命令を。あ、やべ、いかにすべきか。要所を取りに行く。おげちゅ、行くぞ。足を。小山田ピンチ。ご命令をくだされ。ああ、小山田ピンチ小山田のキキ、まさか小山田追っかけてくるとは。中心小山田が、マジで小山田追っかけてくるのこいつ。命令を下され。あー、さらば小山田、その死は無駄にはしないぞ。先へと向かおうぞ。無駄ではない、無駄ではないぞ。あれ、こっちに来る。わかんねえな。我が部の見せ所か。お察しず願えますか。進軍を始め。ご命令はいかに。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。どうだろう、なんか戦闘マークがついて詰まってる。今こそ受けるがいい。通過。どうかご命令。通過して許された。願います。許されてる。あー、戻ってきた。ちょっとでも時間稼いで。ありえぬ。我が部の見せ所か。敵の退路閉ざさせてもらおう。お指図、お指図。
ちょっとあれだ、我が前に立ち塞がる者らよ、砕け散れい、心が試される時ぞ、我こそはと思う者は続け、よっしゃー、敵の退路なぞひねり潰すぞ、皆の者、我らの力を、よし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 、まあ被害出ましたけど1000人くらいは、まあそれで1万倒せたなら、いやー新生 PK 詰め将棋ですね、なんかこの一周して面白いというか独特な戦闘システムだよな本当。次はこれ同じことやるか、お察しず願います、金銭的にはいやー1000超えたらもうあれ作ろう、あ、あ軍開発して、いやー商人町かな、総地金山も掘れるんですけどちょっとダイレクトに金が欲しい、直ちにやります、僕今占領されるタイミングってちょっと飛び出てたか、占領されるときに飛び出ちゃったか、ちょっと判断ミス、そこはに温泉も欲しいんですけど、今は兵の回復速度より現金欲しいですね、またここ裏に回る部隊に高坂を混ぜよう、消えと向かおうぞ、お指図幼少天にで続け、石川一政来るな、石川来る、見せ所か、鳥居も来てくれるとありがたいんですけどね、で今回こっちに引っ張り込めるように、あーとなると高坂こっちか、はい、動くべき時は今ぞ、要所を固めようぞ、我が部の見せ所か、引っ張り込みたい、いかがしましょう、そっちかい、我が部の見せ所か、はい、要所を制する時ぞ、抜けるか、秋へと向かおう、うわー戻るんかいにやろう、お察しず願います、要所、しまったな、向こうに行く部隊が足りん、我が部の見せ所か、ちょっと一回進軍ストップ、ストップストップ、ここにストップストップ、これねこの足止めをねどうするかなんですけど、これこいつをこっちに連れてきたい、来る、止まるんかい、止まるっていう選択肢あまり見ないですね、止まるって、お察しじゃあこっちだな、いかがしましょう、止まる、いざ行く、我が部の見せ所か、お察しず願います、この戦法にて勝敗を決めてやりましょう、あれーどこに行くのはは我が部の見せ所か、帰ってった、戻ってきた、お察しか、
帰ってきた、戻ってきた。動くべき時は今ぞ。我が部の見せ所か。行くか。行くか。いかがしましょう。敵が軒口を塞ぐぞ。おげち。目を賜り。こいつ。我が先方に手を押し通る。お指図。我が先方の切れ味。その身で確かめよ。いかにすべきか。どこまでこれで一条信達時間稼げるかですね。一条信達時間少しでも稼いでるうちに勝ちが間に合えば届いちゃってる。前に立ち塞がる者らよ、ふざけしない。すまんが頑張ってくれ。とくと見るがよいわ。我が武略をな。ご命令をくだされ。あー、穴山仕留めか。え、いざ進まず。皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。フォロワーよ。ダーシクスター見せてくれ。いかにすべきか。敵の退路を封じた。我が部の見せ所か。いやー、やっちったな。撤収。え、上昇我らに。いやー、ここの判断ミスったな。高坂の位置が難しかったな。目を賜り。この戦法にて勝敗を決めてやりましょう。まあ勝てるは勝てるんですけど。ままをしきれましょう。結構被害出ちゃったな。敵勢退けたり。マキノ。目を賜り。ここが使いどころよ。我が先方を見るがよい。どうすか。そうですね。土屋のシングル役募集中ですよ。守は守らねば。せっかくね、レイリーでいいキャラクターしてたんですけどね。レイリー効果で来るかなと思ったんですけど、別にそんなマイナー漫画では全然来なかった。見せどころか。王将は守らねば。お指図。はい。王将の守りを固める。まあ行くしかないよな。ワンチャン。要所の守りを固める。ワンチャン。力。いかにすべきか。あ、そうですね。兄弟、あれ兄なのかな。イーグレフマスカの。そう、おびき寄せ足止めができるんであればここで。皆の者、進むぞ。出てきてくれればね。我が部の見せ所か。え、目を賜りたく。お指図狙えます。お指図。ちょっとお待ちを。高坂が前進しまして、ダメだ、やっぱそう、この2マス、2つ離れたところまで進むと下がっちゃうんですよね。我が部の見せ所か。皆の者、進むぞ。いかにすべきか。どうか、おめえ。というものを見せてくれ。あ、でも使わざるを得ないかな。敵を蹴散らさ。ああ、いや、焼け死にだし残しておこう。
国衆はマックスの方がいい。まあ石川スペック差でちょっとずれた。これだ と東の家康一万か。岩殿に来てる。生け捕りとしたぞ。貴君にはお仕えできません。感謝いたします。あとは家康を倒せば一旦領地守れると思う。家康もそのとこにいる。我が部の見せ所か。ちょっとね、カンバラとかね取って取りたいぐらいなんだが、まあ家康所詮一部隊なんで魔術レベル5もありますけど、金は360円か。壊されちゃった。せやろ。お指図を頂戴したく。いざ出陣。皆の者、戦の支度だ。くそ、お城が、ちくしょう。いや、目押し失敗した。目押しが早かった。1回の選手500くらい失った。お命令を。敵の軒口を攻め取らん。どうかお命令を。皆の者、退路を塞ぐぞ。いやでもね、接触タイミングの連打はね、あの止めるボタンか動かすボタンかわけわかんなくなっちゃうから。我が先方の切れ味、その身で確かめ。痛かったが。何ですか。痛かったが交差が間に合った。いやー4000までいったか。でも逆に言うと4000で2万を撃退するって言ったら牢城でいける気がする。死の耐久。え、モンストのとこにいんの。いいな、まさか。いやー、もうやだ。いいな、まさ。あ、そうなんだ、プレスタート連打でいけるんだ。いいなー。いいな、まさか。いいな、まさか。つれっすな、これ。籠城可能状態で入場しないから走って入場しよう。これは籠城ですかね。制圧が終わる前に、制圧が終わる前に、いかにすべきか。どうだ今のタイミング。お指図願います。ダメ。ダメ。ダメか。間に合わなかったか。ふう。何度も踏まれちゃう。まあでもちょっととりあえず金山掘りたいっすね。金山は
金山は金山金山この辺りにこの辺りに金山白開発 90% とかだっけ、神父の開発 80% 以上、現在 69%、 もうちょっとではありますね。帰ってくれましたが、こいつな、黒川と湯の奥、そう、金山2つあるんですよ。稲葉さん倒したいんですけど、騎馬レベル6なんだよなこいつ。騎馬レベル6だと1回食らわざるを得ないから、どうしてもヘルプ500とか600とか減るんですよね。でここを取らんことには、でもおそらく上位施設出ない、いかにすべきか、やるしかない、やるしかねえな。ご命令を下され、足止め出陣します。米が切れた、我が部の見せ所、米が切れた、いかにすべきか、米がギリギリになった、遅れずついてまいる、我が部の、そうだね、米丼やないのに米売ったりしてたもんね。出陣します、我が部の見せ所か。38日よし、武人を始める、もう武道食うしかねえな。あれ実はちょっとこの後困ってる。岩戸の、とにかく岩殿の内政進めて、まあ岩殿が安全地帯なのがね、救いですね。内政城が一つあるみたいなもんなんで、今武道ない、まあないでしょうね、まあないよね。どうかご命令を。いかにすべきか。宝刀だな、宝刀食うしかねえな。敵を攻めます。これ、ね、一発食らうのはしょうがないんですよね、位置的に。900ダメージ、その目に焼き付けるがよい。900ダメージときたか。皆の者、あれ、しまった、嘘、そんな詰まり方する、下に行けないの、この位置で。うわー、やだな、これ、この稲尾とひたすら戦うのか。いやー、ちょっとね、稲尾さんの強さはね、結構あれですね。我が部の見せ所か。マジか。強い。目を止め。マジで強い。赤備えね、うん、勝てるけどどうしても被害が出ちゃいますね。718年で武道出てんの。とりあえず金山ですね。とりあえず金山開くしかないですね。 80%、 80%頑張りましょう。
っと頑張ろう。今なら踏まれても大丈夫。 80% 超えれば、超えて金山開けばまた見えてくるものもありましょう。そしたら、そしたら米問屋作れるから。お山だ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 。どうにもなんない。論考思考、論考とかないよな。どうにもなんない。どど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 にもなんない。あげられるのが何もない。まずいね。よろしいですか。占領してればね。主人してたらおそらく中身は空っぽになっちゃうと思う。いざ行かん。今回は兵が少ない。遅れるでないぞ。いかにすべきか。いざ行かん。ついてまいれ。まあ結局精度3取ってない以上、声明がいても今城主が変えられないんですけど。戦となる。婦人を始めよ。松姫がいたらもう娘、あ、松姫がいたら妹をあげたぐらいですかね。いやー、僕今回はあれですね、飯縄馬さんに対するヘイトがたまる回だわこれ。手ごわいなこいつ。高坂の馬術を6以上にできればなんだが、厄介勢すぎる。敵の退路へ向かうぞ。しかも赤素材に直ってやがんぞあいつ。敵の軒口を封じる。レベル6の。いいな赤素材。その目に焼き付けるが。まあこの兵力だったらね。いやーちょっと赤素材用意しとくべきだったか。でもなあ、勝てないうち2人いるけど、武田にどっちもなんかこの年代に生きててもなあっていうやつなんで。いかにすべきか。赤鬼稲正を一旦落ち着いた。88。まあこれで同盟の更新。いやー徳川を さ中曽根な。あいつ中曽根持ってないでしょスキルとして。あれこっちいんのか。上司やってる。あ、ごめん持ってるわスキル。真田の赤備えか。そうか、あそこに武田のあそこにね赤備えが残ってましたね。とりあえず北条援軍だけでだとまず無理じゃない。さすがに何用か申すがよい。まあまあ無理だと思う。無理。このゲームあの援軍だけで落とすのってよっぽどレアなケース、よっぽどレアケースなんで。我らは名優ぞ。結構その援軍がの敵の兵力に合わせた敵の兵力ぐらいの兵力しか出さないっていう仕様だから。援軍だけで落とせることあんまないんですよね。ほぼほぼないレベル。よいしょ。
まあとりあえず金食べたいですね。北条のね、北条の援軍使ってね、何かできればいいんですけどね。では話を聞こうか。1230。あ、でも金収入ちょっとずつ改善してきたな。はい。だ。小山田な、うん、人か、うん、小山田が抜けた。いやーもう切りましょう。さ切りましょうあいつ。もう貴重な馬術なんですけど、いやー参った参った。ありがたいの。しかしまあちょっと溜まってきた、ちょっとは溜まってきた。で石落とし、石落とし9号、石落としだらけになっちゃったな。いやー中心穴山ですよ。穴山ね、使用上願いらない。いやー牧場を作りたいな。あダメだ、先にまずは先に金山だな。我慢我慢。お、カツオに行った。ジャイマでしょ。ジャイマよ。金も米もねえ。米24日分ってなんだこれ。米24日分ってなんだよ。かつてね、先方だけはね、風林火山を許してもらいました。いやー、火災外したってね、米の量は変わらないっすよ。これはね、困ったな。米の絶対数ですからね。あー、4000人ぐらいならもうちょっと持つ。神原報告士、やるならちょっといかんともしがたいな。まあ現時点で米がないのはどうにもならんもんな。よろしいですか。実測しろって。無礼を咎めるべきか。やばい、援軍読めなくなったこれで。なんかに援軍利用したと思ったけど、あと神前拒否、勝頼が取り次ぐで言ってるはずだから問題ない。あーこれね、一回来たらまた頭が冷えた頃にまた従属しろって来て、で次のタイミングがちょっとやばいかも。同盟延長できないとかそういう話かも。いやちなみにね、僕ね、北条に従属した場合、徳川に戦えなくなるんで、行ける場所がはるか彼方になってしまうっていう。これ34言っとくけど、この距離で真田落とすのってかなり至難だと思うよ。耐久がまだ低いとは思うけど、まあ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 、なんとか米を維持して神原まあなので北条従属はね避けたいかな。神原を攻める米がない。そろそろどうかな。
82%。 もう出てきてもいいでしょう。しばらく最大米数現在90分の42、かつつきを始めるか。ほら、早々に掌握します。我が部の見せ所か。一番少ない兵力でこう、みんなついてまいれ。朝廷、そんな金ない。金山掘ったらな。牧場欲しいんですけどね。牧場欲しいんですけど、良き水、良き草、良き空気。2000円。いやー、金山貯金、金山貯金なんとかしたい。お指しず願えますか。あ、戻ってきた。持ってくるの面白い。戻ってきた。軍奪還するところを倒したいな。サノア北条の滅亡。遠くから帰ってきましたね。だからそのルートだったら小山田、穴山がそのまま。バイバイ。皆の者、騎乗するぞ。戦となる。あぱぱぱ、うお、一瞬一瞬出たくた。いやー、さっきまで1000いた穴山ですけど、一瞬にして500失った。倒したい、倒したい。カンバラ牧場なんだよ。ここまで行けば1、2、ここまで行けばだな。いやー、いっか。いやー、暴れるか。まあ耐久力3000ですかね。幸い幸い耐久は低いんで、無理やりなんとかなれなく、なくもなくもなくもない。あ、ちなみに今軍3つ取ってるんだよな。城張り付いてないけど、外交投げてみる。いかな要件か聞こう。停戦。いや、まあ停戦しても、まあ停戦してる間にまあいろいろ物資を貯められるぐらいなんですけど、3つか。3つは正直家宝なしじゃ無理じゃないか。家宝なしで3つはね、ダメだと思うな。多分拒否られて3、4年ダメになっちゃうような気がする。ここに直ちに城へ戻る。ちょっとやめときます。城に退け。これかね、このイーナーマス倒しても中に1500、まだ1500いる。いやいや、数が合わないかよ。ああ、軍を取ったからか。2100分の1600と2200。あ、やっと来た。金山やったー。
新戦実行中、一人外そう。承知つかまつった。土屋が掘るぞ金山を。承知つかまつった。金山掘った金で米問屋買おう。いや鋳造、あと鋳造所か。いやー兵力はあるんだけどね。兵力だけはあるんだけどな。まあ金山掘る、米問屋作る。まあ米問屋さえできればあの遠征の目もあるんで、徳川と停戦して真田遠征とか、まあそこまで我慢ですかね。2400分の3700。牧場もね作りたいっすね。うわーでもこれ歴史、これ油断、本当油断すると歴史の流れに取り残されそうな気がすんな。珍しく東洋が出たけど、大久保長安とか、いやでもまあ資金は鋳造優先。資金鋳造お任せあれ。どうすかな。そうなんですよ、真田がね豊臣に従属しちゃうんですよね。でこのままだと多分吸収されちゃう。吸収さ、まあ東洋行っといてみるか。まあでもこれ大久保だと多分ね全く維持できないんですよね。ちょっと一応チェックしてみますけど、あ大久保じゃないな。大久保じゃないと誰だ、誰が流れてきてんだろう。やってみるか。お耳に入れたきことが。そうね、おばたとか。よろしいですかね。ああ、笠原か。混乱混乱。混乱声明なんですよ、こいつ確か。ごめん、攻めは嘘、攻めは嘘。混乱混乱。ただひどい感じなんで、地業需要、いやー中世4話にならんな。まあまあまあ、オンに来ます。まあまあまあ、多分あの短期間の日雇いでございます。まあ、この笠原は割とどうにもならんわ。金種855。織田頑張っとる、織田頑張っとる、頑張っとる。さっき安城城が落ちたって言ってましたけど、そうなんだ、安城城が落ちてるんだ。まあなんだかんだで徳川ね、うちでかなり消耗したから。で、あやった、何用か申すがよい。よかったよかった、頭が冷えてる。話を聞く。あダメだ、交渉拒否してる、交渉拒否してる。これさ、交渉可能になった瞬間同盟出さなきゃいけないから、
そのタイミングが分かんねえからどうしょっちゅうな話だ。小牧なくてもう起きた。結構ね歴史メーターほぼほぼ全部起きてますね。で頭が冷えたタイミングで同盟延長送れば大丈夫なんですけど、でも冷えたタイミングで向こうまた従属投げてくるっていうね。だからねそこのねそこ難しいっすよね。難しいよね。難しいな。難しいな。まあ神前出せるだけマシなんですけど、よし、よろしいですいやー多分今何日よいや何日よ無理これで多分同盟長失敗する。同盟長失敗する。いやーこれは滅ぶな。滅ぶな。これ北条と隣接する限り同じ状況になるな。あの婚姻同盟でもやらない限り。これいやさすがにいつ来るかわからないので、ね、連打できないじゃん。連打してれば大変なことだったと思うんですけど。いやーこれね、仮に受けたとして、独立いつよって話ではあるんですよね。北条徳川が婚姻してるから。いやー岩戸の罠だったかこれ。話にならんな。岩戸の罠だった説。ごめんちょっと今ねごめんミークリック連打しちゃったちょっと待ってこれ多分ね滅ぶと思うから一回ちょっとこれちょっと別箇所セーブして、多分これ滅ぶよこれ。ちょっと湿気。いやーこれやっぱ従属受けざるを得ないな。ごめんなさい、これ普通に滅ぶわ。いやーあの独立って何条必要かなっていう。ちょっと待てよ。ではまあ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 見ちょる、まあ見ちょる。何を。いやでも結局同盟そのものが押せないんですよ僕よく考えたら。援軍ならばか。お耳に入れたきことが。ああこれ笠原か。そうあれ戻しすぎた。いやそんなことないか。あれ戻しすぎた僕。そんな進んでない。お任せあれ。まあなあ、さすがにこの状況でね、まああのあそこまで追い詰められた武田であれば従属も仕方ないかなという気もするんですけど、決戦瞬間とかね。あの岩戸の行くべきではなかったんかな。岩戸のじゃなくて看板神原、上原、普通に上原城に行くべきだったか。でも上原城さ落としてもちょっと、上原城いやー距離がな。上原城落としてすぐさま籠城。ああそうね、あと岩戸の行かないっていつまでも後ろからねちまちま来るっていうのはあるよね。馬術、そうですね、さすがに近いとこじゃないと厳しかったですね。まあ仮になんですけど従属するとして
従属からの独立に12条だから、それのレベル必要なんだよね。上杉に行く。真田を倒し上杉に行きか、もしくは東に行くか。まあ、米問屋さえあれば遠征も不可能ではないんだけど、米問屋があれば不可能じゃないけどね。なかなかの距離感だよね。従属ができんか。1,2,3,4,5,6,7,8,9 9,10 あと鹿島ね。もちろん上杉豊臣に従属してるっすよ。でも北条であれば、あの豊臣とは何の関係もないから、まだ一旦府中の方狙った方がマシかもしれないですね。そう、僕もね、北条従属はまあしょうがないかなとは思ってんすけど、まあじゃあそうね独立を維持してみるか。ちょっと頑張ってみるよ。じゃあ頑張ってみる。岩殿をね、では話を聞こうか。こうなると岩殿西名じゃなかったか。人次郎、こうなるとそうですね。ケイリーン補助にあげといてもよかったですね。まあでも今できることでちょっと注力しましょう。ここね、一つも正論なしで岩殿頑張るか。まあ山城なら何だっちゅう話だな。一つもはちょっと厳しいな。おそらく2ルートから来る2ルート、このルートとこのルート、どっちも人事録、あとは流れで頑張りますか。補助あっち行った。よろしいですか。無礼を咎めるべきかな。2つ目の金山を掘りたいぞ。1000必要。いやー、相当あれですね。おお、だ頑張っちゃうな。そうですね、停戦中にね、岩殿の一つでね、北条を受けるのは相当ですね。僕がね、これ城郭不信をガチガチに上げてればワンチャンあると思う。城郭不信をね、3まで上げることができれば石落としができるんで、ただ全収入ぶち込んでの話だから、まあまずは金山と米丼とね。まず金山を。そうですね、津久井。ああ、でも津久井の軍2つまでしか占領できないから、ちょっと停戦交渉が若干難ありですね。
ナート級よろしいですか。ナート級うわーいつでも入れとくか。上覚神800違うとだいぶ違うと思うからいつでも入れておこう。受けたまわりましたぞ。労力はある。岩殿に山神父に、ああ、あと牧場も、牧場神父牧場温泉も欲しい。そう、牧場も欲しいですね。幸いね、小田がまだか、あの検討してるうちに、小田が検討してるうちに何とかしたいんですけど、そう、今ならカンバラをね。え、城を我らのものとせん。90日、まだ我が部の見せ、まだ火災外さない。出陣いたす。上覚神1、耐久力5700。いや、言うて西名盛信ぞ。西名盛信死守、所属像が交戦中、兵力が少なくなると城能力上昇、多分牢城だと何の役にも立たないやつ。これなんかもうちょっと牢城で役立つ個性にしてよ。あー、精度1取っておこう。精度1、心得申す。2800、牧場今忙しい。上角23、そう、基本的にはもう手遅れは、基本的には手遅れですね。だからもうちょっと籠城戦の時にすごい強いみたいな個性にしてくれればよかったのにな。よろしいですか。皆の者、こちゃん停戦切れた。城を攻め取れ。何用か申すがよい。さあ、この停戦の間にね、同盟更新できればいいんですけど。高周波として城強くなったっけな。ああ、いや、これは関係ないですね。ボーベルカップですね。そうですね、敵の、まあ死守が発動して敵のきっちりした計算を狂わせることができる、できるのか、うん、まあ交代張り付き、そろそろ外すか。外すか、制作やがった火災商用権。いやー、パパにそっくりのおじさん、まあ外してもこうだね。信達がいるはいるんで、ただこれがあるとないとで、これがあるとないと 50% だいぶ違うだろうなって。岩殿が外す、でも外さないと、いや頑張ればいけるか。強行で2800で、あのガチで今行くんだったら強行で落とせるような気がすんな。今全軍で行く。いかにすべきか。今ガチ落としに行く。多分落とせるとは思う。いざ。落とせるんだけど、落とせると思う。落とせるんだけど、ご命令はいかに。落とせるんだけど、かの血を落とす。あのね、落としたとのね、落とした頃にちょうど北条との停戦切れるだろうなっていうね、うっすらという
うっすらありますね。ご命令を下され、城を奪うぞ。遅れるでないぞ。これ道を広げとこう。よろしいですかね。おお、なるほど。なるほど。強制兵はピンフピンフ。よしとするか、なんかほっとすればいいのか、ほっとすればいいのか、畜生と思うべきなのか。生徒会心1位。あー、もう僕ガチガチに、ガチガチに僕徳川殴り続ければ案外織田が攻勢に出られるのか。585の32,000、信勝の豊臣とも7ヶ月。ところで宇治政さん、何用か申すがよい。当家の交渉拒否で一回まあ帰る、一回帰る。牧場を作りましょうかね。それにはうなずけん。承知いたしました。そうですね、織田と豊臣が同盟更新するかどうですよね。よろしいですか。なんやこいつら、なんやこいつら。的外れとはこのことよ。では話を聞こうか。交互にあっちこ交互に来ますね。交互に来るな。僕夢みたいな話しますけど、僕この1万3000の兵力で全力で真田甲状腺して勝てば、真田一発で手に入りますよ。やぐら城耐久4500の砥石城、城耐久4500の砥石城をこれ路上設定解除して全力で兵力ほぼ8000、兵力8000。いやー勝てるはちょっと、まあちょっと無理ですね。倍でも無理だろうと思うのに。話を聞こうか。よろしいですか。お、穴山が仲間になりたいと。では話を聞こうか。穴山仲間になりたい言うてるんですけど、米問屋がそろそろ作れるぞこれ。きたー、米問屋。米丼祭りですよこれ。今日腹いっぱいおむすび食っていいっすよこれ。あの絶対にイフが届くはず、あーイフ弱じゃなければ届くはず、中だったら飛ぶはず。ただ自分から攻めてイフ弱ってあんまり見ないから。まだダメですかね。何用か申すがよい。ダメですかね。何用か申すがよい。だだこれ。これはね。出ないですね。では話を聞こうか。手戦28日、
8月28日。米丼作ってる、米丼作ってる、よろしいですか。では話を聞こうか。結局こんなタイミングわかんねえし、あの剣王ってどれくらいなんだろうね。半年ぐらいのイメージがあるんですけど、ぴったし半年なのかな。いやいや、案外これ、案外これもう。では話を聞こうか。で、すべてが台無しになった岩戸の、岩戸の防衛戦、西田森信。いやー来たなこれ。来たなこれ。来たなこれ。いやーあれだねー。どうしようかね。これテイク2はデフォルトでなんか北条婚姻同盟でもいいような気がしてきた。さすがに娘いるし、あのちゃんと北条のね姫とは、北条の姫正室には迎えてるし、まあその場合岩戸の城スタートとかもいいんですけど、中心小山田、中心小山田で。いやいや、こうでもね、北条にね、頭、そう、北条に頭下げるのはあくまで同盟とかね、婚姻同盟レベルで、従属しちゃうとね何もできなくなっちゃうからね。いやいやいや、まだまだまだ気持ちいい、まだ気持ちいい。温泉、あ、千代目もね、千代目を入れることを忘れずに。あとまあそれくらいかな。まあでも余裕でこれ勝ってしまってもいいんでしょ。彼らの拠点が攻められたか。あれ、そんな、まあ実際問題ね、岩殿が落ちた後も、岩殿が落ちたって神父は別に落ちないと思うんですよ。いやいや、落ちるとは限らないじゃん。ハウスのスマップに行くぐらい。いざ進む、いざ進め。まあ、すげえキュン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 言ってますけど、すげえな岩田の城、この壁に張り付いてる感じ。ここで撃撃するぞ、ダブル縄文で。この縄文の狭さはすごい、断崖断崖絶壁だよね。小山田さん、まあ、勝つよりかくまってもよかったんちゃうんですか、この城。もしかすると、もしかすると次回岩戸の編が始まるかもしれないんで、突然。これダブル縄文プラス人次郎、いかがしましょう。くそ、混乱が下がらねえ。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。ああ、岩殿の籠城戦するのは初めてですけど、だいぶ硬いですねこれ。いかがしましょう。
てくれよ。あのね、テイク2は北条婚姻状態で岩殿スタートでもいいかもですね。甲府を攻めるところからで。いや、テイク2になるかどうか限りません。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。価値が揺るぎないとか言い出した。ここに星団あると面白かったですね。いかがしましょう。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。ご命令を下され。ご命令を。入った、西野が言った。我らの力を今こそ見せる時ぞ。いやー、勝っちゃいそうだね、これ。序盤そろそろ危ういけど。あー、ギリギリセールは届かない。いやー、岩肌がすごい。すげー。なんやこれ。じゃあ別に北条同盟なくても、いやいや、北条同盟なくたってこれ西名全部やっつけてくれるから大丈夫だわ。いけるあ、この衣服で交渉ね。なんか誰と豊臣はないし、なんかちょっとこれ誰か追加、石落としが届くかな。信豊も守りに行くか。感謝いたす。信豊も守るか。で、ここに石落とし。届かねえ。バフ系じゃダメか。畜生ダメか。あ、しまった。精度1だからもう外せないんだった。でへへ。でへへ。まあ、しょうがないな。しゃあない。で、あとは片付けない。建設中。いやー、北条岩殿でね、撃退できるんだったらこれで構わないってことなんで、北条を攻めるとしたら津久井城を落とすと前線が一つ増えるだけなんですよ。結局ね、八王子と津久井と両方から隣接されるんで、岩殿って。前線増えるのはよろしくない。じゃあどうするかっていうと、まあ北条はこれでいいや、これでいいとする。停戦1ヶ月、停戦明けに、溜めた米でね、カンバラ落とすタイミングかな。あのね、僕ね、徳川に削ることにね、やる気があるのは、徳川削ればね、織田が攻めてくれて、うまくすれば徳川滅ぼせるんじゃないかっていう。
よし、徳は攻める。まあその織田と豊臣の関係性もあるんですけど、延長してくれるかどうかの。延長してくれたっけ、このタイミング。怪しい感じもするな。温泉も入りたい。そうね、佐野吸収したいですね。岩殿にちょっと手動で効果足りない。カンバラ落ちればね、落ちればなんだっていう話なんですけど落ちればなんだ落ち、まああの広告寺落とした場合、ニラ山がまためんどくさいな。これね、広告寺は小田原とニラ山に隣接してる。カンバラは広告寺に、カンバラはニラ山は駿府隣接だよね。ニラ山は駿府隣接。いやー、前線が一つずつ増えてるけど、いやー行きたいですね。カンバラ行きましょう。ニラ山なー、いやー結局そうね、広告寺落とさない方がいいかなとは思ってるんですけど、駿府に行ったら結局まあ隣接はするっていうのはね。一応ね、カンバラとニラ山は隣接してないから。で、岩殿を考え水路作ってやりましょう。岩殿の考え水路任されました。よしよし、金収入がだいぶ改善されたんで、ちょっとこっちもいじりたい。維新が足りない。あ、75か。公衆ハット次第は今騎馬にこだわるとこじゃない。城郭取るとあっという間に金が尽きちゃう。よろしいですか。上角ね、上げようかと。上げた場合ちょっと小銭貯めてから上げたいかな。家宝とか買っとくとどっちの役に立つから。絶対奉行ね。あ、高坂が武将になって庶民心得可能になった。庶民。感謝します。これあんまり持ってるやついないけど便利だよね。庶民心得、村起きて家臣が農村掌握を提案可能。農村の掌握日数マイナス 15%。 まあまあ好き。村起きて200円だから、もうちょっと領地があったらかな。今実質岩殿だけなんで、バフが、村起きてのバフがね。村起きてと、あのその村起きてと対になるあれなんだっけ、商人心得か。商人心得と村起きてはね、入れたくなりますよね。よし、カンバラ行きましょう。カンバラパワープレイで落とす。来たね、行きたいんだけどね。いやもう実際問題ね、ここね、運命の分かれ道ではあるんですよね。北に行くと手広いな。北に行くと手広いよな。南に行くと駿府が待ってる。いやー、イフはちょっとあれなんですけど、イフはどうせ難しいんですけど、南に行くと駿府が待ってて、北に行くとワンチャンの真田が待ってるっていう。ただあの真田を手に入れられない場合、あまりにも国力が乏しいんで、北はほんとね、信州北部ね、うんこなんで。北は貧乏な代わりに真田ワンチャン、南に行くとあの駿府でどっしり国力を蓄えられるという二択ですね。まあ北にちょっとね、結構本当いやしょうがないじゃん、こんな小諸城とかさ、
小諸城とかさ、施設2つしか置けなくてさ、軍痩せっぽちでさ、馬だけがいるっていう。そう、北はね、伸びれ、北のね、北はね、戦線が拡大されるっていうね、メリットもあるんですよね。ちょっと、よし、ちょっとこれ、ガチで、ちょっとここ、分岐点だわ。ガチ分岐点なんで。ああ、北に行ければ従属してもいいね、確かにね。じゃあ、北行くか。あ、僕今回ね、長寿なんですよ。そう、じゃあワンチャンさんできますか。いいな、ちなみにいいなおたらも波動グラなんですけど、波動グラいいよな。よし、じゃあ北行こう。北に行くわ。北へ行こう。我が部の見せどころか。今上原城耐久4500、大久保忠隆、いいなおたら。ただ北に行った場合、あのハブポイントというか、上原落とす、籠城設定する、小諸落とす、籠城設定する、サダか。いやいや、もうね、この配信見てるのみんな X 層なんで大丈夫、分かっ、みんな X 世代ですよ。みんな行こう。あー、交渉でね、一回停戦ね。うん、遅れるでないぞ。ただまあ上原落としときたいかな。いかにすべきか。城を奪いに行こうぞ。今素で間違えた。いやー、おじさんね、強そうに見えるからね、ついね、舞台長にしちゃうんですけど。いやー、所有権おじさんはね、圧はすごいんですけどね。早掛け土や。よいしょ。出陣する。あ、ちなみにね、なんで X 世代、今の Z 世代って言われてるかっていう話なんですけど、元はあの X 世代っていうのがありきなんですよね。 X 世代の次は Y 世代で、その Y 世代の次だから Z 世代っていうだけの話で、語源は X 世代の方らしいですよ。我々のそうですね、教養があればね。あと好きとかあればいいのになと思ったんですけど、強行で落とすつもり、強行で、まあでもちょっと諸説あるうちの一つだからちょっとあれなんですけど、そうそう、ジェネレーション X。 なんじゃこれ。そう、すいません、僕もね、 X 世代っていうのあるの知ったのつい最近なんで、そうなの、そう呼ばれてたのって思った。上原城敵出た。よろしいですか。出た。出ろ。話にならんな。出た、この野郎。あ、いや、X 世代、Y 世代、Z 世代の時はアルファ世代らしいですよ。1586年2月に従属が来た。行こう。いかにすべきか。城を奪いに行こうぞ。ちょっとこれどういう合戦になるかわかんないんですけど。ついてまいれ。いや、だって XYZ 使っちゃったんだから、もう使うアルファベットがないじゃん。あー、いやー、おだ敵しかよ。外交がまともにできる相手がガチで、あの伊達と豊臣ぐらいなんですよね。でも豊臣はなーっていうね。豊臣はちょっとなー。伊達と組んで何のメリットがあるんだっていう話だしなー。
やっぱり北条が一番なんだけどね。まあちょっと一旦どうしようもないな。武田勝頼戦国 Z 世代。やばい、集まってきた。1、2、いや逆、イフ弱ワンチャンいけるか。北条援軍1、2、3。今もう一つ矢印こっちに来てたような気がしたんだけど、3止まり。1、2、3止まりか。いや4来てるな。やるか。イフ弱戦やるわ。ここはここは早々に掌握し、勝頼の天王山ですよ。ご命令を下され、城を奪うぞ。信達おじさんで、昇陽剣おじさんは来なくていいから。わしに続け。一回スイングバイ。城攻めよ。城襲撃。もがみ滅んだ。いかにすべきか。城を落としてみせる。ああ今払った、今払った。今の金と労力、西野は何もしてない。連兵でも作らせる。成し遂げてみせますぞ。強そうなおじさん、いずれなんかいいバフが入ったら使おうかね。来た。ためも含めてこれで4部隊。兵を奮い立て、戦ぞ。あれ、ここで入んねえのかよおめえ。そんなことある？そんなことある？あ、いや、これちょっとはみ出てんだな、こっちに。このはみ出分だ。我が部の見せ所か。我が部の見せ所か。我が部を示す時が来た。あれ、入ってねえし、なんで？なんで？なんでさ。我が部の見せ所か。お前徳川援軍だよな。ちょっともう一回下がるわ。我が部の見せ所か。我が部の見せ所か。ギャー、3万頼む。西な、ダメだこれ、詰まっちゃった。もうこのままここでな。ここでダメなの？いかにすべきか。おかしない？我が部の見せ所か。城を落としてみせる。でもまあこれ城の上に乗った。あー、どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。どっか行っちゃった。多分の見せ所か。あとこれごめん、入ってない。どっちにしてもこれ、これでも、あれー、これでもため入ってない。何なのお前、何しに来たのこれ。どうしよう。倒すか。まあしょうがない、倒すか。マジ何しに来たんだこいつ。いやでも城内に止まってるんですよ。
が部の見せ所か。まあ援軍じゃない可能性もゼロではないから。ご命令はいいか。え、はい、よしよし、突撃雨突撃。もしかすると小田川の防衛になってるのかもしれない。我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。うん、そうだね、対小田の援軍だと巻き込めないですよね。お指図願えますか。いかにすべきか。ここで歩みを進めよ。いかにすべきか。敵兵など我が先方の前には物の数ではないわ。歩みを進めよ。力の差はありません。ラッシュラッシュイが主義。はい、皆の者進むぞ。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。いやー、足止め詰将棋楽しいな。やったぞ。いや、このゲームなんか野戦に関してはなんか逆にずっと割と逆に飽きないな、ずっと。なんかね、詰将棋状態が結構楽しくて。そう、詰将棋がね、決まった時はね、めっちゃ気持ちいいんですよ。で、話が戻ってため、目標上原城。上原城、ここ。で、上原城を攻めてるの僕だけだよな、どう考えたって。なんやねんっていうね。我が部の見せ所か。峠中あの城をいただきに行こうか。そう、同じマップだから飽きたって言ってたんだけど、なんか逆に最近詰将棋が多いからか。戦が始まる、備えよ。で、結局戦うんかいっていうね。そうですね、大使の戦闘も良かったと思う。岩殿はね、今からもう少しで開戦です。今日は岩殿を守って気持ちよく終わるかな。そう、16使い戦も楽しみですね、どんな感じになるのか。お撃ちを願います。いやー、プレイ楽しいだなぁ。お撃ち、ご命令はいかに。え、要所を我らに。もう何やもんや、負けるはずがないですよ、西田森信は。守らねば。弓兵、腕の見せ所ぞ。やりて敵を撃た。死の利あれにあり。まあね、最初から使えてればとか。まあ、我が戦闘の切れ味、その身で確かめよ。基本的に戦法ってオートだから、それの要因もあるんだろうな。一回指導にしないといかんじゃん、ハエ掛けを有効活用しようと思えば。ここぞという時に使わないと意味ないもんな。固有マッパさん、あ、固有マッパさせんせんのちゃうかな。このまま城攻めを始めます。我が部の見せ所か。よし、落ちるな、落とせる。あった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 。だ、横から違う笠原がすっ飛んできた。めんどくせえ。800。すごい贅沢を言うと、
あの片方の陣営でしかイベント合戦がないやつ両方入れてほしいなっていうのはあるんですけど、まあ主に流しの合戦のことなんですけど。要所を手に入れる、要所を手に入れる、続け。山崎合戦がさ、明智があるんだったら流しの合戦も勝ち寄りサイズ入れてくれよって思うんだけど。我が戦闘に手を押し通る。ほらほら、他の要所を制する。マジよ、敵軍退けたぞ。ね、イベント合戦両方あってほしいっすよね。よし、のうわセーフ。我が武を示す時が来た。お客様は、まあ、味方が戻ってくるまで耐えるとかそんな感じじゃない。あ、ヘツギガーとかね、九州の方の勝つ、沖田なとかね。あ、これ跳ねたら終わるんちゃうか。確かに言われてみるとあんま西国のイベント記憶、西国のイベント合戦って記憶ないっすね。沖田なってもないんだよね。耳川も沖田なってもないのか。どこ行くん？いざ向かう。あ、そっか、牧場作ったからあと厩舎も釣っとこう。そうだよね、あの末もイベントでしれっと死んでくしね。よしよし、あ、小笠原キス先鋭小笠原、まあ仲間にならないんですけど。いいだろう、お前じゃない。後で食いても遅いぞ。戻ってきてるが、我が部の見せ所か。土屋十日分帰ってよし、うん、直ちに騎乗するのだ。多少待機やったぞ。帰った。もう来てないような。斬新し、あー、いやー来てんな家康。いやでも家康ね、こっちにおびき寄せることで織田に攻めてもらう。こっち上原城何城だっけ。山ですね。お、淀の破壊阻止してましたか今。それは偉い、超偉い。さあ、これであとは西田勝てばバッチリですよ。家康前進中、上原城攻めるときはもうね、帰ろう。いかにすべきか。じゃあ上原城は誰にしよう。信達おじさんか、信達おじさんか、小余計おじさんか。信おじかな。どっちもね、せいろをばらまけるんで、信おじにするか。まあ人脈も上司になって生かしてもらおうとして、上原城入りましょう。片付けなし。伝統。さあ、そうね、知略ね、破壊防ぐ知略ね。いやーもう全面セロ、ハリネズミのような城に。よし、
これだとは。あれー、サナダ。サナダ。サナダ。お前さ、それできるならもうちょっとやれることあったんちゃう？あーでも徳川に攻められないのか、攻められないのか、サナダ。いや、こう、美濃とかさ、今来るのかよ。どうしよう。いやーまあ、うん、明け渡しでいいような気がすんな、これ、別に、まあ、真田ならなーっていう落とすのが。いっか。いいよ、真田が落としたんだったら、落とし返せばいいだけだし、小諸が孤立するし、いや、いや。ほぼ明け渡しムードです。一応ガチれば迎撃もできるような気がするんだけどな。1500と8300ガチるか、ガチるか。いやー明け渡していくかな。うん、カウンターするにはちょっといろいろまだ準備ができてない感じがするんだけど、また行くと、また行けるか。いやちょっと今ね、南がし、今勝つよりこっちにちょっと舞台出して少し敵を削ってもいいかなと思って迷ったんですよ。でも結局これだけできてくれた。これは勝てると思う。雑魚チー舞台が2ついる。西野を倒したければね、10倍以上持ってきてほしいですね。くだされ、ここでこの軍略でもって決めてくれよ。あー確かに星名に攻められてる。確かに。いやーでも岩戸文庫いいね。岩かほんとね、山の壁に、山肌にね、いいなー。岩戸の今回岩戸の城で籠城できたらでも嬉しいわ。面白い面白い。もっとね、人を入れたりもっと調整したりしたいですけど。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。今よ我が戦法を見せてやろうぞ。我が前に立ち塞がる者らよ。交代用にいかがしましょう。いざ進め。交代用に出ていかがしましょう。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。ご命令をください。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。これ何してんだろうね。すごいマラソンしてますね。上がったり下がったり。西野が打ってるよ。西野が行くぞ。いざ進め。我が武略を持って完全の敵を打ち払う。そうだね、救護所いかがしましょう。まあ、次は、あ、門が壊れる。くだされ、いかがしましょう。いざ進め。今よ、我が戦法を見せてやろうぞ。わわわわわ、すげえ、すげえ乗り込んできた。行くぞ、皆の者。おお、星名2200、重いなこれ。
だがこの縄文範囲でダブル縄文範囲でうわダブル縄文なんでめっちゃ今減ってるはず。わわわ何やってるかわからん。いかがしましょう。今我が戦法を見せてやろう。ご命令をください。今敵の動きが激しすぎて見せてやろうぞ。今我が戦法を見せてやろうぞ。よし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 、いやよしよしよし。敵がね一方向なのがね助かってますね。正直二方向から来られるとすっごいしんどいと思う。これ今ね僕の兵が少ないから攻めが緩いんでしょうね。元に来て我らの勝利を。まさか何ですと。いやーこれで外交まあ織田織田そうだな。小田ちょ位置的にはね、位置的にも大きさ的にもちょうどいいはちょうどいいんですけど、小田と歴史的な和解を、そういえばなんか何年か前には平成に入ってから小田家と武田家が歴史的な和解をしたみたいな、そんななんかニュースがあったような気がしなくもなくもない。小田はちょっと悩ましいですね。まあ小田と同盟したのね、おそらくそのうちそのうちなんですけど。そうですね。パート2行くかと思いきや、テイク2になるかと思いきや、西名が大活躍で耐えられましたね。じゃあ、そんなわけで皆さん長らくのご視聴ありがとうございました。いやもうテイク2は本当に西名のおかげでした。西名と岩戸道場のおかげで、頑強でしたね。頑強岩戸道場。じゃあ、続きはまた明日。それじゃあ、今日はまたいつも最後の、ロストアイドルにはしごして終わりますんで、はしごさえ方も引き続きよろしくお願いします。で、一旦放送を閉じます。皆さんお疲れ様でした。